今回は呪術廻戦のあのキャラを解説していくぜ。お願いします。呪術は非術師を守るためにある。さて改めて。猿は嫌い。私に従え。それが私の選んだ本音、猿ども。ということで今回解説するのは呪術廻戦の登場人物、ゲトウスグルだぜ。呪詛師ね。ということで解説していくぜ。ゲトウスグル、呪術廻戦の登場人物で、日本に4人しかいない特級呪術師の一人だぜ。だが、100人を超える一般人を大量に呪殺して呪術高専を追放された最悪の呪詛師であり、特級呪詛師となってるぜ。名前の由来はゲトウ高原スキー場だぜ。常に朗らかな笑顔や不敵な笑みなどを浮かべており、ひょうひょうとしてつかみどころがない人物だぜ。一見すると丁寧な青年だが時折相手を挑発するような陰銀無礼な言動をとってるぜ。呪詛師の中でも特に危険な存在らしいわね。学生時代の経験から、非術師を殲滅して呪術師だけの世界を作ることを目標に掲げており、非術師を猿呼ばわりするほどに忌み嫌っているぜ。その言動の通り非術師のことは同じ人間だとすら認識しておらず冷淡な態度をとり、協力関係にあるものでも用済みと判断すれば躊躇なく呪殺するぜ。人を挑発したりやたらとノリが良かったりとつかみどころのない性格に見えるが、根は良くも悪くも気真面目だぜ。てか彼の気真面目さのせいでこじれたぜ。昔何があったの？それについては後で話すぜ。己の目標ゆえに非術師の命は軽く考えており、簡単に殺すが呪術師、特に若い術師はむやみに傷つけたり殺すことを避けているぜ。また、若い呪術師同士が身を守り合うという姿を見て、自身の理想の光景として戦闘中でも涙を流して感動する一面も見せているぜ。呪詛師の仲間を大量に集め、統率しており、彼らを家族と呼んでるぜ。仲間たちからは慕われており、高いカリスマ性があることが伺えるぜ。仲間とは家族のように接してるのね。前髪にこだわりがあるらしく、前髪のことを馬鹿にされると怒るぜ。また、原作者も下等を書くにあたってこだわってるのは前髪とのことだぜ。作者曰く、呪術廻戦の男性キャラで下等が一番モテるとのことだぜ。また、作者によると、偏った思想のキャラを書きたくて下等を書いたとのことだぜ。下等は過去のこともあって、非術師のいる場所を極力避けてはいたが、仲間に誘われた時は共に非術師のいる場所でも行動していたぜ。どうしてそこまで非術師を嫌うのかしらね。ということでここからは彼の過去を話していくぜ。お願いします。彼はかつて呪術高専に所属していたぜ。五条悟、家入翔子とはこの頃からの同期であり、特に五条とは親友同士でお互い名前で呼び合っていたぜ。現東京校学長の矢賀正道は元担任であり、この時点から学長になることが内定していたぜ。五条には俺とスグルの二人なら最強と言われており、五条と下等のコンビはかなり有名だったようだぜ。高専2年の時、天元の命令で星翔隊護衛の任務を五条と共に受けることになるぜ。星翔隊ってのは簡単に言えば天元の生贄ね。星翔隊というのは天元と同化するための器だぜ。天元は不死の術式を持ってるんだが不老ではなく、老化が進みすぎると進化してしまい、人間の手に負えない存在になる可能性があったぜ。故に天元は星翔隊と同化し、肉体年齢をリセットして進化を止めてるんだぜ。500年に一度のサイクルで行われるようで、本編開始から12年前の2006年がちょうど同化する時期だったようだぜ。要するに天元を進化させないために星翔隊を生贄にする必要があるわけね。また、当時は呪術は弱者、非術師を守るためにあるという現在とは真逆の思想を持っており、非術師への配慮をあまりしない五条にもそのことを諭していたぜ。五条の方もその考えを理想論だと笑いながらも、内心では下等のその考えや判断を善悪の指針としていたらしいぜ。五条は今でも昔の下等の思いを大切にしており、五条が呪術界の変革を狙ってるのは下等のこともあるからだと思われるぜ。なんか五条と下等の関係はナルトのカカシと尾人みたいね。星翔隊の天内理子の護衛をし、理子を狙う呪詛師集団の急を壊滅させ、任務は順調かと思われたぜ。このまま理子を天元の元に届け、無事天元と理子が同化するかと思われたぜ。だが、直前に天元を信仰する非術師の宗教団体の万世教に金で雇われた伏黒杜氏によって理子は殺害されてしまい、五条、下等も杜氏に倒されてしまったぜ。杜氏はこの時、お前らは呪術も使えない猿の俺に負けたと煽り散らして去っていったぜ。下等が非術師に対して猿と呼ぶようになったのはこの時の杜氏のセリフが原因だぜ。ちょっと待って。万世教って天元を信仰する組織なのになんで星翔隊の理子を殺そうとしたの？万世教が信仰するのは純粋な天元だぜ。要するに星翔隊という不純物が混ざるのを嫌がったわけだぜ。
だが、そもそも天元は一度以上は星晶体の同化に成功しており、すでに純粋な天元ではないはずなのにここまで執拗に星晶体を殺しにかかっており、突っ込みどころ満載の組織で、万世教がヤバい組織であることが伺えるぜ。実際、万世教は星晶体のリコが死んだことを知ると喜んで拍手をしていたぜ。これほんと胸クソ悪いわ。当時は最終的に復活した五条が殺し、当時が飼っていた樹霊は復活した下等が奪い取ったぜ。下等は人が死んだというのに喜んで拍手をしてる秘術師たちの邪悪さを目の当たりにし、秘術師を守る価値なんてあるのか?と思うようになるぜ。やがて星晶体護衛任務が終了した後、五条は一人で最強になり、単独任務が増えていき、下等と会うことが少なくなり、下等も単独で任務をこなすようになるぜ。下等は一人で最強になった五条に対して複雑な心境を抱くようになったぜ。ここからの下等は落ちる一方だったことがわかるわね。下等は自身の術式の都合上、呪霊を取り込む必要があるんだが、本人曰く、吐砂物のような味とのことで呪霊を取り込むことがとんでもなくストレスだったぜ。それでも秘術師のためにと思ってやってきたが、そもそも呪霊は秘術師の怒り、妬み、恐れといった感情が生み出したものだぜ。さらにはその秘術師が守る価値もない下等だらけだと下等は認識するようになり、さらにストレスを溜めていたぜ。下等からしたら秘術師を守るために呪術師をやってるのに感謝されないどころか恩をあだで返されてるからね。そもそも秘術師が原因で呪霊が生まれてるわけだし、下等が進むのも無理ないわ。そんな時に特級術師のつくもゆきと出会うぜ。つくもの話からして、この時はすでに下等も五条も特級術師だったようだな。つくもの呪霊の生まれない世界を作るという目的に対して下等は思わず、じゃあ呪霊を生み出す秘術師を皆殺しにすればいいと思わずとろしてしまうぜ。確かに下等の言う通り、秘術師を全員消してしまえば呪霊はいなくなるわね。これに対してつくもはそれも一つの選択肢であると否定せず、何を選ぶかは下等自身であると言い残し別れるぜ。さらにつくもは星晶体がいなくても天元は安定してると下等に伝えたぜ。つくもは下等を気遣って言ったセリフなんだが、下等はかえって追い詰められ、じゃあ何のために自分たちは利己を守ろうとしたんだという考えに陥り、下等は結果的につくもがきっかけで闇落ちすることになってしまったぜ。いやこれ半分近くつくもが下等闇落ちに関わってるじゃない？つくもが下等闇落ちのきっかけを作ってしまっており、さらに元からうさんくささがあるせいで読者からはつくもが黒幕疑惑をかけられたことがあったぜ。当然ながらこの時のつくもの読者からの心象はよろしくなかったぜ。実際、天元からも下等闇落ちの元凶と思われ、つくもは警戒されていたぜ。まあ、実際はつくもは下等に対して悪意はなく、励ましたつもりだったんだろうぜ。完全に裏目に出てたが、てかつくもって他人に対する気遣いが微妙にずれてる気がするし、つくももやっぱりイカれてるんだなって思わされるわ。少なくとも下等に対してしたことは完全に悪手だったわね。さらには自分を慕ってくれてた灰原が呪霊に殺され、さらに七海が全部五条さんでいいだろと泣き言を口にしたことでますます下等は追い詰められたぜ。そして下等は任務で呪霊を原因とする行方不明、変死事件を調査すべく山奥のとある集落を訪れたぜ。そこで村人が呪術師の幼い少女たちを虐待し、檻に閉じ込める醜悪な光景を目にしてしまうぜ。村人はここ最近の事件は彼女らの仕業だ、やはり殺しておくべきだったというが、すでに下等が元凶の呪霊を払っていたので村人の言い分は見当違いだぜ。この事件がきっかけで下等は完全に秘術師を殺す決意を固め、その夜に集落にいた112名を皆殺しにしたぜ。もう戻れなくなってしまったわね。以降、下等は光線から脱走し、光線から除名され呪詛師として追われる身となるぜ。完全に失踪する直前に秘術師である自分の養親すらも、例外にはできないとして殺害しているぜ。秘術師ならば養親すらも殺す彼の気真面目さが伺えるぜ。作者曰く、秘術師を殺し尽くすと決めてから下等はずっと自分に秘術師は嫌いと言い聞かせてたとのことだぜ。数日後、家入と五条と新宿の往来で再会するぜ。裏切った後でも下等は相当無理してることがわかるわね。家入に自分の目的を説明した後、五条と再会し、説明しろと迫る五条だったが、下等の考えはすでに決まっていたぜ。下等は殺したければ殺せと五条に言うが、親友を殺す覚悟が当時の五条はできなかった上に大量の秘術師がいたこともあって、下等を殺すことができなかったぜ。家入は平然を装ってたけど、下等の裏切りはショックだったことが伺えるわね。伏黒の元仕事仲間のつてを借り、根本を万世教と同じとするある団体へと乗り込んだ下等は見せしめに幹部を殺害しその団体を掌握したぜ。ちなみにここで下等が殺した幹部は天内理子殺害を当時に命令した幹部だったぜ。そして、団体の名前を変え、それから約10年間呪いと金を集めながら潜伏することになるぜ。実質、万世教は下等に乗っ取られたということになるぜ。
そして、新たに集めた呪詛師たちを家族というようになるぜ。下等が率いていた組織は万世教が源流だったのね。五条との関係性、重厚なキャラクター性もあって本編開始前に退場したキャラにもかかわらず、呪術廻戦の中でもトップクラスの人気を誇るぜ。第2回、第3回人気投票ともに4位を取ってるぜ。また、下等の思想、雰囲気がどことなくブリーチのアイゼン・ソウスケと似ており、一部でモデルなのでは?と言われてるぜ。まあ、さっき霊夢が言ったように五条との関係性はナルトのカカシとオビトを彷彿とさせるものだがな。久保先生は下等のイラストを描いてたわね。ということでここからは彼の能力を解説していくぜ。お願いします。彼は特級術師だっただけあり、作中最強クラスの戦闘力を有するぜ。彼の使う術式は呪霊操術であり、これは取り込んだ呪霊を従えて刺激する術式だぜ。下等はいわゆる、召喚系の術師で、遠距離から攻めるタイプだぜ。なので下等は格闘戦、接近戦が苦手と思われることがあるが、決してそんなことはなく、むしろ接近戦はめちゃくちゃ強く、近接戦闘に優れる術師をボコボコにできるぜ。素のフィジカルはあの五条と互角だぜ。近接、遠距離ともに対応できるわけね。呪霊操術。取り込んだ呪霊を自在に操れるぜ。手のひらをかざして呪霊を球体にし、飲み込むことで取り込むぜ。下等曰くと射物を処理した雑巾のような味がするらしいな。2級以上の差がある呪霊は降伏なしで無条件で取り込むことが可能で、式神使いとは異なり、呪霊を刺激するのに媒介などは一切必要とせず、呪力も術者と異なるぜ。降伏させた呪霊なら何でも取り込むことが可能で特級すら刺激可能だぜ。特級すら操れるのは強いわね。呪霊操術の最大の強みはその圧倒的物量によるゴリ押しであり、取り込む呪霊、操れる呪霊の数に上限や制限がないぜ。また、術者の呪力で刺激する呪霊を強化することが可能で低級の呪霊ですら群れとなれば一級相当の術師にも優位に立つことができるぜ。4人の特級術師で唯一領域展開が使えないようだが、たった1人で異様の軍隊を持つことが可能だぜ。彼が特級術師になれた理由だろうな。下等は乙骨に敗北してるが、これは東京と京都に呪霊を分散させていたからで、分散させてなければ下等が乙骨に勝っていたらしいぜ。確か特級になるための条件は単独での国家転覆が可能なことよね。確かに呪霊の大軍隊を作れる下等なら単独で国家転覆が可能かもね。ゼロ巻の時点で新宿と京都に放った呪霊の数を合計すると実に6400体以上の呪霊を所持していたぜ。しかも本人は新宿や京都の2000体の呪霊を遠隔で操るなど、術式の規模も桁違いだぜ。学生時代は主従関係のない自然発生した呪いを刺激すると言っていたが、実際は他の術師の所持する呪霊であっても持ち主との契約が切れれば取り込むことが可能であり、強大な術式に反して制約がほとんどないぜ。呪霊操術の制約とかマジで呪霊を取り込む瞬間がとんでもなく深いぐらいしかないわよね。ここからは彼が刺激していた代表的な呪霊を軽く解説していくぜ。お願いします。武器庫呪霊。かつて当時が飼っていた呪霊だぜ。等級は3級と弱いが、大量の呪具を収納することが可能だぜ。特級呪具の誘運もこの中に収納されてるぜ。ゼロ巻の下等はこの誘運を使って近接戦闘を行ってたぜ。この武器は後に巻きが使用してるぜ。弱いけど便利な呪霊よね。特級仮想音量、化身玉も前。登録済みの16体の特級呪霊のうちの1体で、陽子玉も前の恐怖から生まれた呪霊だぜ。乙骨に払われたぜ。特級呪霊ね。こういう、高専時代に所持していた呪霊の1体で、当時の手持ちの中で最高の防御力の持ち主だったぜ。だが、当時に払われたぜ。竜の呪霊ね。鎧武者風の特級呪霊。特級呪霊で映画呪術廻戦ゼロで登場したぜ。東堂が百鬼夜行で倒した特級呪霊というのはこいつのことのようだぜ。漫画では出てないのね。ゾンバの呪霊。乙骨と棘の任務中に投入した呪霊で等級は準一級だぜ。主因とゾンバという呪文によって、頭上から光の柱を降らせて対象を潰す術式を持つぜ。最終的に乙骨と棘に払われたぜ。割と強かったわよね。口裂け女。私綺麗?と相手に尋ね、相手が答えるまでお互いに不可侵を強制する特殊な領域を展開する能力を持つぜ。なお答えると相手の周囲に無数の握りハサミを具現化して敵を切り刻むぜ。術式を持ってることから準一級以上の呪霊だったと思われるぜ。最終的に当時に払われたぜ。取り込んだ呪霊の術式まで使用可能なのかよ。呪霊操術、極の番。渦巻き。呪霊操術極の番、渦巻き。呪霊操術の奥義で、取り込んだ呪霊たちを一つにまとめて超高密度の呪力を放つぜ。
百鬼夜行では所持していた4461体の呪霊を全てまとめてぶつけたぜ。使用する呪霊の数に縛りはなく、少ない数の呪霊で連発することも可能だぜ。当然ながら大量の呪霊を使えば使うほど威力が上がるぜ。絶大な威力を持つが、呪霊操術の強みである圧倒的手数を捨てることになる欠点があるぜ。渦巻きで使った呪霊は消滅するみたいなのよね。この技の最大の特徴は準1級以上の呪霊を渦巻きに使用した場合、術式の抽出が可能だぜ。要するに渦巻きで使用した呪霊の術式を抽出して使用可能にすることができるぜ。実質、複数の術式を使うことが可能で、はっきり言ってチートすぎるぜ。連続使用した描写がないため、抽出した術式を連続使用できるかは不明だぜ。少なくともつくもは使えないと踏んでるぜ。下等の能力の解説はこんな感じね。ということでここからは呪術廻戦ゼロ巻、本編の彼の動向を話していくぜ。お願いします。本編開始から1年前、理科の能力を見極めるため、高専学生の任務地に呪霊をばらまくなどの工作をして暗躍するぜ。そして、下等は東京の新宿と京都2000の呪霊を放ち、大規模呪術テロ、百鬼夜行を起こしたぜ。だが、百鬼夜行はあくまで呪術界上層部への目くらましであり、真の目的は警戒の緩んだ乙骨を殺して理科を奪うことだったぜ。呪霊や仲間の呪詛師たちが足止めしてる間に下等は乙骨と戦闘になるぜ。最終的に乙骨が勝つのよね。最終的に乙骨により下等は倒され、満身創痍のところを五条に見つかり、彼に処刑されたぜ。この時、乙骨から奪っていた学生証を五条に返していたぜ。処刑される前、五条に何らかの言葉を告げられ、それを聞いて最後くらい呪いの言葉を吐けよと笑いながらつぶやいていたぜ。この時五条が何と言ったのかは作者曰く、ゼロ巻の中ですでに出てるとのことだぜ。こうして下等は倒され、ことが収まったように見えたぜ。でも本編に下等は普通に登場してたわよね。死亡していたと思われていた下等は本編で普通に登場しており、頭に縫い目があったぜ。真人たち未登録の特級呪霊と手を組んでおり、さらに大量の呪詛師とも手を組んでいたようだぜ。表面的な言動はゼロ巻までと同じだが、ところどころで違いがあり、早くも読者から偽物と言われていたぜ。故に本編の下等は偽下等と呼ばれており、渋谷事変まで詳細が全くの不明だったぜ。渋谷事変で少し詳細が明かされるのよね。渋谷事変にて、下等はすでに死んでおり、何者かに乗っ取られてることが明かされたぜ。五条封印時に正体が明かされ、そのエグすぎる姿に読者は驚愕したぜ。彼の正体は死滅界幽変で明かされ、千年前の呪詛師の賢者であることが明かされたぜ。これで下等の解説は終わりね。総括すると彼は偏った思想を持つ人物だぜ。根は悪人とは言いにくく、重厚なキャラクター性を持つ人物と言えるぜ。そうね。ということで下等スグルの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。